ございます。ありがとうございます。近すぎるやろ。芝が今日はあいにくの雨でございます。まあ、言ってもね、もうあと1時間2時間でやむみたいな。そうですね、もうお昼頃にはやむみたいなんで、皆様うるつもめりにぜひお越しくださいませ。じゃあねー。あ、ちゃいます。じゃあね。ちゃいます。ちゃうちゃう。もう終わりかな思ったんですけど、ね、ほらみんな見てください。もういっぱいあまおも食べ納めで380円。ということでもうね、今日はもう好きなもの取ってもらいましょう。いちごはね、はい、ちょっと品種は少なくなってきてるんですけど、はい、こんな感じで、まあ、ちょっとお客さんがいてはるんで、今日はちょっと外からになっちゃうんですけど、はい、ね、今日はいちご何持ってきても全品50円引きさせていただきます。何パックまででしょうか。タスくん決めてください。2パックまで、はい、限定です。わかりました。50円引きでございますね。はい、もうほんまに食べ納めやね。ほんまにもうね、ちょっと日持ちもあまりよろしくはなくなってきてはいるんですが、それでもやっぱりね、いちごないのってお客様も多いので、いちごいろいろ取り揃えております。今日の合言葉を発表いたします。いちご売りすぎ。もう今年も終わりなんでね、今年もいっぱい売ったよっていうそういう、はい、このなんていうか意味が込められております。いちご売りすぎ。でもそこまでゴミ伸ばさないと50円引きはダメだと。リーをリーを1秒ぐらい言ってもらわないとなるほどね。できないです。多分短かったらレジの子に、あ、もうちょっと伸ばしてもらっていいですか。厳しいね。もうちょっとだけも伸ばしてもらっていいですか。ビブラートビブラート聞かせてもらってもいいですか。ビブラート聞きすぎたら100円引きとかになっちゃう。あ、そうですね。まあ、なんのもうすごいビブラートの人はもう僕の判断で100円引きになっちゃうかもしれないですね。なるほどね。まあ僕でも精密採点入ってるんで、僕の頭の中で空っぽちゃう。精密採点入ってるんで、あ、まあ、最後グラフ出てきます。うそやん。だから今日は結構さっぱりしてはりますね。今日はね、時にはね、さっぱり系もさっぱり系男子で、さっぱり系男子、爽やか系男子で、うん、そんなこんなで、はい、今日もちょっとね、まだやっぱ雨は降っておりますが、この動画が上がる頃には止んでるかなと思いますので、皆様心よりお待ちしております。足元悪い中ですが、よろしくお願いいたします。ではでは、僕はお仕事に戻らせていただきます。じゃあね、じゃあね、じゃあね、じゃあね。